私、今年の夏はコミケに行ってくるわ。いきなりだな。大丈夫か？何が？今日の気温は、38度だぜ。霊夢には、どうしても戦いを避けちゃならねえ時がある。まるで日本と戦いたくてしょうがなくて、ドクト奪還シミュレーション中の警告みたいだぜ。ドクト奪還シミュレーション、これは気になるわね。ということで今回は韓国日本の自衛隊と戦争すれば、とんでもない妄想をしてしまうをお送りするぜ。皆さんの意見をコメントしてね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、警告では軍が新兵器購入の必要性を国会に説く資料として、日本の自衛隊がドクト竹島を奪還してくるシナリオを示したらしいな。警告って、どうしても日本を敵にしたいみたいね。竹島から警告を追い払いたいのは山々だけど、日本が奪還行動に出るわけないわよね。尖閣や台湾有事より可能性も重要度も低い。ただ、そういう問題じゃないんだけどな。日本を敵に仕立て上げて引っ張り出してきて、いい迷惑だわ。世の中おかしいわよ。もう、キムチポップもキムチドラマも日本から追い出してほしいわ。霊夢、その筋からお客さんが来るぞ。まあ、ほんと世の中おかしいよな。しかも警告軍は自衛隊は3段階で攻めてくるなんてアポな空想をしているようだ。こんな国が周辺国で一番まともな方なのよね。アジアってオワコンだわ。まともと言えるかすら怪しいが、日本を仮想敵国としてしまえば、警告も日本も国益に影響大だ。こういった態度を見ていると、警告は北の戦略にはまっているようにも見えるな。むしろ、北と戦いなさいよ。また、警告の反応では、警告軍と自衛隊が100回戦えば100回勝つ、という声もあるぜ。へそで茶が湧くわ。それじゃ、実際に戦うとどうなるのか、ドクト奪還シミュレーションの結果を見ていくぜ。お願いしやす。まず、シミュレーションの結果を見る前に、警告と北について見てみるぜ。あの二国が仲良くなるのは難しいんじゃない？敵が同じ日本でも、国の体制が違いすぎるし。そうだな。北と渓谷が統一することは、民族の悲願として支持できるけど、北が現在のキム一族の支配下で統一できる可能性は、ゼロに近いよな。渓谷民があの体制に納得するわけないし、いろいろ遅れてる北が渓谷に馴染めるわけないわ。馴染めたところで反動で金に溺れたり腐敗したりする人も出てきそうだぜ。それで結局やっぱり自由主義はダメだという輩が出てきて、再び揉めるんだね。まあそんなところだろうな。統一してあの一族が存続できるのは、渓谷が北を占領する方法以外にないんだぜ。贅沢して自分だけモリモリ太っちゃって、それで国民が意思としてるわけないのに、ここまで国として続いてるのがすごいわよね。だからこそ、自由を知った渓谷国民が北の体制などを受け入れることができるわけない。渓谷は自分たちが不法占拠してる島のことより、北の脅威に集中すべきだぜ。日本に構ってる暇はないわよね。で、その渓谷が日本に負けないというのはどういうことなの？渓谷が日本に負けることはないと言っているけん、残念ながらその通りなんだ。はぁ？渓谷はヒョンムミサイルシリーズの短距離中距離の地対地弾道ミサイルをはじめ、巡航ミサイルなどを約2000発持っているんだぜ。一方、日本の自衛隊は、明確な敵基地攻撃能力は保有しておらず、現在数百キロメートル射程の対地ミサイルを開発中に過ぎない。なるほど。ポンコツ兵器ばかりと言っても、警告は舐めてはいけない相手なのね。じゃあ、早くそのミサイル開発をやり遂げないとダメじゃない。高市さんが言っている敵基地攻撃能力は本当に大事なことなのね。別にその能力を持ったからといって必ず使うわけではないからな。不安になって慌てることもない。ならず者国家が攻撃してきた時の備えをするのは、国として当然のことだぜ。当然よね。日本は未だに兵器アレルギーの人がいるから難しいだろうけど。だが、うかうかしている場合じゃない。日本は律儀に古い憲法を守っているから、警告がミサイルを撃てる状態にあるというのに防空だけしかできないんだからな。上陸作戦があっても防戦しかできないのね。警告は徴兵制度もあるし、たとえやいや生かされてる状態ではあっても、一定の訓練は受けてるから地上戦には強そうだし、上陸だけは防ぎたいわ。そうだな。上陸されたらいくら自衛隊と言っても厳しいぜ。でも日本が危なくなったら日米安保条約が発動されて、アメリカ軍が警告軍を迎え撃つことになるんじゃないの？そういうことになっている。と言いたいところだが、厄介なことに警告とアメリカも同盟国だぜ。あ、そうだった。だからアメリカ軍が日韓を戦闘状態にさせるわけもないし、
もし警告軍、自衛隊どちらかが動こうとしても、情報がアメリカに漏れて事前に抑え込まれるだろう。警告はアメリカ用にビビり散らかしているから、すぐおとなしくなるでしょ。それに日本は勝手に暴走することはない民族よ。アメリカに事前に相談しそう。まあな。アメリカは北、C国、ロシアに利する動きを日韓両国に取らせるほど甘くはないぜ。ウクライナのように放置に近いことはしないはずだ。視聴者の皆さん、警告はどうして日本を敵認定しているのでしょうか？コメント欄で教えてね。でも、警告にはミサイルがあるんでしょ？まあ、警告はミサイルがあるにはあるけど、現在の対地ミサイル最大射程 1000km のミサイルは少数だけで、自衛隊の航空戦力、海上戦力、潜水艦をすべて撃破することは困難だぜ。自衛隊を攻撃すれば、そこはアメリカ軍基地でもあるわけだしね。ああ。自衛隊の反撃が始まれば、警告は大損害を増やすばかりだぜ。武器の稼働率の高さと操作の連動の高さは、世界レベルだからね。警告も日本には攻撃しにくいわけよ。それに、もし警告軍が日本に上陸作戦をすれば、日本の攻撃機からのミサイルや、潜水艦、護衛艦からの対艦攻撃によって、ほとんど海上で消耗してしまうことになるぜ。でも、もし上陸されたら、やばいんでしょ？警告は陸軍が強いとしているらしいけど。確かにやばいんだが、実際は日本製の戦車、対戦車ミサイルなどの火器の精度は高くて連動も高いから。日本本土に上陸しても、そこは自衛隊の地の利によって孤立するだけだろう。まあ、日本に上陸できる可能性もほぼ 0% なんだけどな。そうなんだね。ちょっと安心したわ。よく警告陣から、日本は空と海は強いのは認めるけど、陸上戦になったら警告軍が圧勝するって言われるわよね。ああ。でもそれはそんな簡単でもないということが、よくわかっただろ。うん。さっき言ってたけど、上陸できる可能性はほぼ 0% なんだものね。そうだぜ。警告軍の補給路を自衛隊の潜水艦、攻撃機に立たれてしまうからな。でも容疑のいい日本から、そういった警告への攻撃はないだろうという理屈から、警告は日本に負けることはないという話になるわけだな。なるほどね。でも日本の泳ぎ良すぎというのもやっぱり問題じゃない？法改正や憲法改正は重要だと思うわ。そうだな。そして早く敵基地攻撃能力を日本は整備すべきなんだぜ。じゃあ、警告とは戦ったら日本は圧勝だし、日米同盟がある限り、警告軍との戦闘は行うべきものでも想定するべきものでもないってわけね。普通の頭ならそう考えるのが普通なんだろうけど、残念ながら警告はそうじゃないから困るぜ。やっぱり頭の中がお花畑なんだね。ああ。警告は地対地弾道ミサイルを保有していて、それによる攻撃は日本が防ぎきれるものではないんだ。実際は、発射する想定自体がありえないわけだがな。でも悔しいわ、能力で言ったら絶対に上なのに、作れない、持てない、使えないっていう縛りのせいで。そこは今後に期待するしかないな。ちなみに、北、C国との戦闘でも同様で、仮に今 C国がミサイルで先制攻撃してきたら、30部程度で自衛隊は戦闘不能に陥るぞ。は、30分で戦闘不能だと？ああ、たとえ日本から先制攻撃を仕掛けないとしても、反撃能力を持っておくべきだよな。その通りだわ。そもそも防衛って言うけど、ただ構えているだけが防衛ではないわよね。防衛の仕方は一つではないからな。それにどこの国も自国を守るために、実際はちゃんと国防対策はしている。それに比べ、日本はそういったことをしないから不利なことだらけだぜ。律儀なせいで国が滅びるなんて、そんなバカバカしい話はないわよね。しかも、日本は敵が上陸作戦をしてきたら海上で迎え撃つ準備をしていて、その能力は高いと言われているけど。弾道ミサイルの先制攻撃を受けた時、航空自衛隊、海上自衛隊がどれほど生き残れるのかと考えると絶望的なんだぜ。おそらくは指揮命令系統の中枢も破壊されてしまうと思うぜ。日本も地対地ミサイルの弾道弾や巡航ミサイルが必要ね。もしくはガンダムといえば。そうだな。1000クム程度は届く報復力として、生き残れる潜水艦発射型で1000発程度の準備は必要だし陸戦型ガンダムも1ダースくらい配備しておきたいぜ。自衛隊基地周辺には AT フィールドを展開しましょう。それで、日米安全保障条約は本当に信用していいのかしら？一応、日本がアメリカと軍事同盟を結んでいる間は、もちろん C 国、北、ロシア、警告などは日本を攻撃してくることはないだろう。日本はその前提に立って、もし他国から侵略を受けた時、1週間持ちこたえてアメリカ軍の支援を待つ程度の戦力を整備するとしてきた。おい、そんなギリギリの恐ろしい対応しか整備してないの？カバなんですか？
大カバだぜ。これに従っている間は、日本は現状程度の戦力でいいことになってしまうからな。でも尖閣問題などでは、アメリカがどの程度支援してくれるのかが問題となってくるんだ。なんだかウクライナのこととか見てると、遺憾とか中止とか言うだけじゃ、何にもならないのよね。アメリカとウクライナは同盟関係ではないので、多少仕方がない面もあるけどな。どちらかというと欧州連合に任すぜって構えだぜ。アメリカも弱くなったものよ。まあ、日本がアメリカにとって有益な同盟国であるうちは、日本を防衛することがアメリカの利益にもなるから、日米安保条約が有効なはずだ。でも、アフガニスタンからアメリカ軍が撤退したように、日本も国際的価値が下がればどうなるかわからないぞ。恐ろしいこと言わないで、専守防衛しかできないのに、日米安全保障条約まで発動しなくなったらおしまいよ。そうだな。発動しないとわかった途端、C国やロシアが攻めてくるかもしれないぜ。つまり、日本を守ることによってアメリカに経済的な利益がある必要があるんだ。そうなるよね。アメリカも利益がないんじゃ動かないだろうし。現在日本は未だに経済的に有益な国であり、アメリカが貿易相手国としていろいろ売り込む先でもある。アメリカってば、本音はお金が絡まないと何もしないのよ。また、アジアを中心に世界でアメリカの同盟国として共に活動する国であり、影響力がある間はアメリカも日本を防衛する。でもこの先、日本が経済力をなくし、世界での活動も下火になって、C国が覇権を広げて、アジアでもアメリカが C国と直接利害を分け合う状態になると、アメリカが日本を防衛する必要がなくなると考えられるな。日本は価値がある国でいないといけないわね。強くなるだけじゃなく、お金を稼げる、金になる国でいないと見捨てられるんだわ。ああ、その可能性は高いぜ。だから日本が平和に暮らしていくには、どうしても経済大国であり続けねばならないんだ。何が何でも、警告には経済の面でも技術の面でも抜かれるわけにはいかないわね。負けたらおしまいだぜ。でもな霊夢、警告だってアメリカが防衛する必要がなくなってくるかもしれないんだぜ。そうなの？朝鮮戦争は北が南下したことで始まっている。警告はアメリカの支援がなかったら北に占領され、今頃は北の政治体制下で飢餓に苦しんでいるはずだぜ。とっくに北からミサイルが飛んできて、ソウルは崩壊していたでしょうね。朝鮮戦争当時は東西対立があって、共産主義革命を押し止める必要があったんだ。東西対立ね。そして警告も民主主義国を目指していたから、共産革命を許すわけにはいかなかった。なのに現在の警告は、北との統一を目指して日本を仮想敵国扱いしているんだぜ。特にムン政権ではそれがあからさまになったわ。今のユンちゃんはどうだか知らないけどね。背景には、経済的に C 国との結びつきが多くなって、もう日本の協力は不要と考えている状況があるからだぜ。恩をあだで返すとはこのことよ。独と奪還シミュレーションなんてやってるくらいだからな。きっと、日本と警告軍が戦ったら警告が勝つに決まってる、って言ってるでしょう？じゃあ、警告民がどんな反応をしてるか教えてやるぜ。100回戦えば100回勝つのは間違いないでしょう。2つの国が全面戦になれば、勝機は当然、私たちの手に中にある。100回？ 100 回も戦うの。アメリカの同盟国でしょうよ。上陸するまでもない。陸軍が保有する地対地ミサイルの射程距離の中に列島全域が入る。確かにミサイルは脅威ね。陸軍は私たちが勝つけど、問題は上陸を試みないことだ。ミサイルのおかげで簡単に勝てそう。そりゃまあそうだけど。在韓米軍司令官によると、警告が 100% 勝つそうだ。海軍力の差が小さいから、陸軍の 70% 上陸できる。わえ？アメリカの同盟国に、ずかずかと土足で上がってくる気なんだね。30% 上陸したら、日本は無条件で廃墟だ。日本が平和憲法に縛られている限り、攻撃兵器がないから警告が勝つはずだ。随分自信があるみたいね。弱く見えるぞ。まあ、本人たちもミサイルがあるからって言ってるしな。日本も早くミサイル開発を成功させなくてはいけないぜ。警告がミサイルを持っていても、どこに飛んでいくかわからんけどね。ああ、日本にとって一番の敵は日本国憲法だよな。それが変わらないことにはできることが少なすぎてやばいんだぜ。C国もあの憲法があるから大したことない的な発言をしてたわね。どこが平和憲法なのよ。憲法改正と教科書の改正、防衛費アップを急いでほしいわ。まずは軍拡だぜ。これからも自衛隊から目が離せないぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。